どちらか1種類しかもらえないよということが書かれてたんで、2冊買うことになりました。はい、どうもまっちゃんでございます。レッドフラッシュチャンネルへようこそ。前回の動画で絶賛発売中の週刊少年チャンピオンの、応募について、動画流したんですけど、最後にねちょっと意味深なことをちょっとずらずらっと書いたんですよ。今ここにバーン2冊あります。なんで2冊買ったかと言いますと、 Twitter とかの情報で魔法少女サイトの、メインキャストのフォトブックが、ついてくるよっていうのをね、アイリスのメンバーの Twitter もフォローしてその情報で知ったんですけど、ヒミタスとユウちゃんのね写真が載っているということで、これ、まあ、これ目的でね、買おうと思ったんですけど、チェキの応募もこの本を買って、知りました。それ以外ですね、クオカードの応募者全員サービスっていうのがあったの、これ知らなかったんですよね。まあこれ本誌買わないとなかなか気づかないかなと思うんで、こちらのクオカードがね、応募者全員サービスで、A と、ね、B のこうイラスト2枚、2種類あるんですよね。応募要項見てたら、封筒1通でどちらか1種類しかもらえないよということが書かれてたんで、2冊買うことになりました。そういう作戦かな。今回はこちらのクオカードの、応募者全員サービスの説明をしたいと思います。どっちか、まあ、応募したら、まあ、こちらのなんかクオカスタンドにもなる台座付きのなんかこういう魔法少女サイトのイラストのスタンド的なのがついてくるみたいで、こちら実際の応募ページになってます。どちらか1種類を選んで、で郵便定額小為替1000円分を送ってねってことなんですよ。ここは、宛先とこちら住所書く欄があって、まあこれは封筒の、ね、前面に切り取って貼って、でこっちはまあ中に入れるってタイプですね。で封筒なんですけど、まあ、ダイソーで僕こういうの買ってます。長型4号、うん、このサイズが一番ぴったりくるんですよね。郵便定額小為替がね、入りやすいやつなんで、定額小為替こちらですね。はい、こちら郵便局でね、1000円分の小為替くださいって言ったらもらえますよ。手数料で100円いるので、まあ、1100円、1100円の2200円になっております。こちらいろいろ記入する欄あるんですけど、まあ、この雑誌の方にも書いてるように、何も書かないでくださいというのが常識です。はい、で封筒2枚で、1枚ずつ応募していきます。いやー、まさかこんなことになるとはね。大体はもう一つの雑誌で全種類買えるってパターンだったと思ったんですけど、まあ、とりあえず、A か B かコスチューム選ぶ、宛先カードと申し込み用紙、宛先カードは封筒に貼って、で、クオカード申し込み用紙は、書いて封筒に入れる。1000円分のさっきの小為替ですね。はい。こちらの方を、封筒に入れて、そして最後80年切って封筒貼って応募です。貼り忘れとかが多いって結構先に書いてるんですよ。まあ、はがきとか封筒で応募するのはね、今の時代的にはまあ、遅れてる感じはするんですけど、今郵便局に渡せば、まあ、貼ってくれますよ。締め切り、平成30年の4月4日までですので、皆さんもこちら、カラー版の方がいいかな。クオカード手に入れたい方は、今すぐ応募でございます。とりあえずね、ゆうちゃんとひみたす乗ってるんで写ってても絶対僕は買うんですよ。うん、はい、ということで皆さんも応募しましょう。2通応募して、届いたら、皆さんにまたここで紹介したいと思います。ではでは、ご視聴ありがとうございました。レッドフラッシュチャンネル高評価&チャンネル登録お待ちしております。ではでは、バイバーイ。